デイリービル編集長の山根で、本日は経済評論家の浅川豊さんをお招きしております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ネクタイが中華風ですか。そうですね。中国的な感じのまあネタがそうなんでね。はい、合わせてやってきました。それを抑えるのが極実期。大日本帝国ですね。そうですね。はい、大日本帝国が中国を抑える。ロマンですね。そうですね。 ととか言っちゃうとねいやいやまた色々物理を醸してしまうので <laughs> まあまあまあいやいい,いいんですけどね。<laughs> <laughs> ということで、はい、中国の話をしていただきたいんですが、はい、中国共産党の日中全会が行われて終了したということでそもそもなんですけども日中全会っていうのは何の略でしょうかこれは。 2> えー、第2回中央委員会全体会議というものですね10月の段階で、えー、党大会がありましたよね。はい、で党大会が終わった直後に開かれるのが、まあ、第1回中央委員会全体会議、えーはい、一中全会になるんですけれども、うんえー、それが、まあ、今回二中全会というものが開かれて、はい、でこれで大体話が決まったものを今度ですね、うんえー この3月に開かれる全国人民代表大会全国協商会議という大きなイベントがですね用意されているのでそれのもう事前すり合わせみたいなそういう性格が結構あると思ってくれればいいかと思います。非常にということで今回その日中前回の注目点といいますかね浅賀さんはどこに焦点を当てたという私ねこれね中国経済がやばいっていうことをですね 中国共産党が事実上認めたってところが面白いんじゃないかななんて思ってるんですよ。えー、で日中全会のコミュニティにはですね世界は新しい激動変化期に入り不確実で予測できない要素が増える時期に入り重大な試練に耐える準備をしなければならないなんてね、うん、え記しているんですけれどもいやこれから中国はとんでもないことになるんだみたいなことを、うん、まあ仲間ね、えー、これ認めたような、まあ、そんな感じになってるんじゃないかって、まあ、思ったりするわけなんですよね。えー 浅賀さんがね今までずっと言ってきたことをよく認めた形とはいそうですねいうところなんですが世界は新しい激動変化期に入り不確実な世の中になるから自然にだい準備しなければならないということは中国経済そのものがやばいっいうよりは中国側としては世界経済がやばいからその余波影響を受けて中国もやばいんだというような。 ふうん、に読めるんですけど、つまりまあ、うん、世界経済のせいにしようとしているような感じ、うんうん、どうなんでしょうかね。うん、あの確かにね、この文章をそれだけ読めばそういう感じっていうのもあるんですけれども、うん、しかしながらですね、中国経済だけを取っても楽観視できないということを、うん、中国共産党は間違いなく理解しているっていうことも言えるんですね。同じこの日中全会閉会後のこのコミュニュケの中にも。 我が国の改革発展の安定は依然として多くの深い矛盾に直面しており需要の収縮供給ショック経済見通しの悪化の三重悪通力は依然として大きく経済回復の基礎はまだしっかりしておらず各種の予想を超える要因はいつでも発生する可能性があるなんてですねもうとにかく。 やば,いやばいやばいっていうことがいっぱいあるんだぞっていうのも正直に書いてるってこともあるので、ええ、まああのまあこれ事実上中国経済やばいと。うん 認めてていいいいるとと言っんんじゃなか思うですけどね完全にこれ最初のねこ世界の世界経済のせいにしているっていうのを日本のマスコミとかが報じてなかなか中国はね表面的なところだけ救ってだから中国はそんなにね問題ないんだみたいな感じに思ってる方も多いと思うんですよ。でもこうねよく読んでみると普通に認めてるわけですよ。 では認めざるを得ないほど中国経済、うんうん、現実的にやばい、うん、どういうふうにやばいんでしょうともうやばいどころじゃないですね、うん、でもう今山根さんがおっしゃってくれたように、うん、マスコミ報道を見てると、うん、なんかね中国経済がすごい V 字回復してるかのような、うん、なんかそういう報道もまあ割とポツポツねこう見かけたりするわけなんですけれども、うん、これは中国共産党の工作員によって、うん、まあ持ち込まれた情報みたいなのを もうアホなことに、西側のマスコミがこういう話があります。みたいな感じでまやってるだけだという風に言った方がいいんですよね。<ー>で、えー、もう具体的な話でいくと、本当に信じられないような話がいっぱいあるんですよ。で、例えば、あその厚生省の、えー、公安当局がですね。電気代48万件まあ、日本円でだいたい950万円ですが、これをね。 滞納していると、うん、で、えー、電力会社からですねこのままお金払ってくれなかったら電気の供給止めるよっていう、うんえー、その最後通告文みたいなのが送られてきたっていうことがあって、うん、でそれがですねネット上で回ってて話題になるなるんていうことがありました、うん、でこれ、えー、なんかね半日ぐらいどうも停電したらしいんですけど、うん、それでビビってお金を払って、うん、それでなんとかもう一回電気は通ったらしいですけれども、うんはい、これ公安のところですよね、はい、公安ですよ。 えー、中国の公安部局においてお金がなくなってるってこれ相当やぶくねえかななんて思ったりするわけですよ。えー、で、えー、またですね河南省の小久市という、まあ、町があるんですけれどもここではバスが突然これ何でかといったら政府からの,その補助金があることで、まあ、安いバス料金というのを成立させてきたりしたんだけれども。 えー、これがですね止まったのがゆえにですね、えー、実は去年の5月から従業員の給料が未払い状態になっていてもう運営できなくなりましたっていうそういう話だったりするんですよ、えー、あるいは国流交渉のハルビンという町まあご存知の方も多いと思いますがここの郵政公社においてもですね えこれ賃金の未払いがあるあるいは悪質なこの賃金引き下げがあるこれは決して許されないというまあデモ行動をやっているのがこれがあのまた動画に撮られてですねアップされるみたいなことがあったしそれから江蘇省の陳公使の税務省の職員もですね我々の未払い給与を支払えみたいないうことをやってるんですよ。こののっていうのは いわゆる超高デルタ地帯と呼ばれている中国で最も豊かなところの一角のその町だったりするのでえー、あんなところで、えー、こんなちち賃金の未払いみたいなことが起こるのっていうような感じでですね、うんえー、結構こう中国中に衝撃を与えているみたいなところもあるんです、ね、まあはん簡単に言えばなんですけど中国政府はどこもかしこもですねお金がなくて今困ってると。えー そううういい状態ににななってるるとこんですね公的機関がそういう仕置持ちっていというのは日本では考えられないというか公安当局が滴滞滞能ってありえないというか夕張市でもねそんなことないですよ、そんな驚きですけれども浦地方の財政がやばいというのが分かったんですが民間経済の方はいかがでしょうか。 これも、ね、まあそのこ表沙汰にされているのと、まあ、実際そうじゃないのっていう話が、まあ、随分こう違ってるってことがいっぱいあるんですけれども、うんえー、実は昨年の新卒者の就職率なんですけどね、うん、29%にとどまったんじゃないかという話が今出てるんですよ。にととどまったったてことは 71%が就職できなかった大卒の新卒者がねという話なんでこれどんだけすげえ話かなっていうことになるじゃないですかで,でそのぐらいこう失業者が深刻化しているとで中国では昨年の上半期だけでつまり半年間だけで46万社が倒産し310万世帯のですね個人事業主がこの廃業しで上場企業に限ってもですよ上場企業ですよ 半年間で240社が消滅してるんですよ日本で上場企業が消滅するってよほどのことがない限り起きないですよねそれが半年間で240社も消えるっていうそんなことが起こっているという状態ですで昨年は9月以降にですね経済環境が急激に悪化してきてるってうことがあるので 下半期はさらに厳しかったということが間違いなくあるはずなんですね、うん。で、えー、面白いのは2月28日に発表された中国の,その公式発表においても2022年の都市就業者数は842万人減少したっていうこんな発表をしてるんですよ、うん。で当然ながら中国政府が正確な数字を出すわけがないので実態はもっと厳しいに決まっているわけで。 えー、まあ恐ろしいここととが起こってると、うん、で,、えー、で求人募集をやるとですねもうとにかくめちゃめちちゃゃ来るわけですよね、うん、人がものすごい殺到するんで応募者を減らすためにもう37歳以上は受け付けませんよみたいな、うんえー、そんなことをやってもう若い人だけに限りますみたいなことをやってですね、うん えー、追い返すようなことまで、えー、やっている、まあ、これが実際なので私たちが思っている以上に中国経済は崩れていると見た方がいいかと思います。えー この中国といえばの不動産バブルありましたよね、恒大、うん、集団、うん、その不動産関係の会社が相当やばいっていう話は2年ぐらい前からありましたけど不動産の方はどううなんでしょうか、うん、不動産もね、まあ、めちゃめちゃやばいんですよ、当たり前なんですが。で、このことにあの最近ですねあの、シティグループってあるじゃないですか、ええ、あの巨大金融機関の,あの。シティグループがですね えー、気づいたみたいで、えー、これなかなかあの面白いいレポートを書いてるんですよで、まあ、簡単に言うと日本のバブル崩壊の時と中国のね、えー、この今のバブル崩壊は似てるんじゃないかっていう、えー、ことをい,いろいろ言ってるんですけどで中国の不動産市場の規模は2020年末の段階で、えー、65兆ドル、えー、日本円でざっと9,000兆円に達していて。 アメリカ EU 日本の合計を上回っているんだというような感じのことを言っているんですね。で占められているとで、まあ、これも正規の数字でしかないですから中国はあの全然普通の事業をやりますっていう形でお金借りておきながらそれが全部不動産に回ってるとかっていうことも普通にある話なんでもっと本当は多いはずだと思います。 でさらにシャドーバンキングという銀行ではないところを使ってのその金融手法によってまたその不動産にお金が流れているとかっていうこともあるのでねえこれまあ本当に凄まじいことなんですけれどもえそれで中国と日本がまあさっき言ったように似てんじゃないかっていう話をえ出してますがもう規模はもう全然違うわけなんですよね。先日中国でそのえその中国国でに立っている、まあ その住宅用の建物の頭数えこれが6億棟あるっていうことがえちょっとポロッと出てきた情報としてあるんですけれどもでこれをベースにまあちょっとどんな計算したかっていうのはあのちょっと面倒くさいに飛ばしますけど控えめに計算してもですねえ100億人ぐらいが住めるぐらいのえ住宅になっているんじゃないかという。 まあそういうい感じになってくるんですねですからすでに中国にはですねえ中国人があの8倍住めるぐらいの住宅が供給されているというような感じででえそれを知って中国人が「もう不動産無理じゃん」っていう感じで。 諦めの境地に入っているという、そういう状態だったりしますね。百億人分あるんです。人口爆発に対応できるじゃないですか。一個。いや、もう中国だけで。世界中の人口を賄えるみたい。なそんなぐらいにありますね。だって、今世界人口八十億人ぐらいで、おそらく。百億人前後のところで、上限で止まるんじゃないかっていう。そういう話もあったりしますから。まあ、そんだけぐらいあるぞという。恐ろしい話ですね。で、貿易はどうでしょうかね。輸出等々は伸びてはない。 輸出ね実は最近相当怒っ,ってるんですよ。えー、でまず輸出に大きく貢献する外資系企業がその製造業がですねこれ中国離れをかなり進めてるっていうことがあるんですね。で、えー、例えばあのアップルの OEM 工場のとなっているまあ東莞市というところにある、えー、巨大工場があ,あったんですけれどもまあその工場三つ、えー、これをですね。 まあそのアップルとの契約を打ち切られたっていうことでもってえ工場が閉鎖になって12万人が失業に直面するなんていうえそんな事態も発生していますでえそういうような感じでもってえその外資がどんどん抜けているせいだと思われるんですが中国発のコンテナの,この輸送量ですね外にこうや送っていくこれがえ昨年10月からですね前年同期比で3割減に えー、ずっとなっているという、そういう状態なんですね。で、そのため、えー、その、その何ですかね、空きコンテナはその外からやってくるけれども、こちらから輸出するものがないから、その空きコンテナが港にバン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 積まれていて、もう積めるところがないよっていう状態になってきてるんですよ。で、それでその空きコンテナをしょうがないから船に積み込んで、で、えー、それでもって沖合に停泊してるなんていう。 何やってんだかっていうそういう現象まで出現しているような状態なんですね。で、えー、まあそんな話からもわかるように中国の輸出は想像以上に弱っていると、まあ見た方がいいと思いますね。 中国の港にもコンテナン積み上がって確か中国から今その半導体とかその太陽光パネルとか結構その人権問題等々でアメリカも結構規制してるじゃないですか、はい、でアメリカ例えばカルフォルニアとかロサンゼルスとかの港にも税関に通らない中国からの,この輸入品がたまっても積み重なっているって話も聞きますが、ねもねまあ、それはまた別の問題かもしれませんが中国の、ねうん、輸出も。 もう落ち込んで、なかなか回復する見込みも。なさそうですね。すね一回こう、外資が出てしまったの、ね。のそういうことですよね。うんでま、はい。 はいでまあ、相当まあ経済やばいということがね、うん、まあ不動産貿易民間経済地方財政で分かるわけですが、うん、そんな中日中全会でこれ経済少し離れてこう党と国家機構の改革案というものがまとまったそうなんですがこれはどういうういこことなんでしょうかね、はいえー、これは日本の内閣にあたる国務とというところがあります、ね、でこの国務員の中に、まあ、いろんな、まあ、国民が内閣ですからいろんな役所がこの下の中にあるっていうことになるんですが。 この役所の中の,その公安部国家安全部といった要は治安警察あるいは諜報、えー、こういうものを担当するようなあところがですね国民から引き離されて、うん、で党中央の直轄になるんじゃないかと、うん、でその党の中にですねその中央内務委員会という えー、そういう直属機構が作られて、えー、そっちの管轄になるんじゃないかという話が出てきましたで,、えー、でこれはちょっとね情報が錯綜していてまだ正直はっきりどういう形になるか分かんなくてですね、うん、まあその国務院の中に公安部や国安全部は残るけれども、まあ、指揮系統の流れというのがその国務院からの指揮系統ではなくてですね、うん えー、その党中央から、まあ、指揮系統が流れてくるそういう形態になるんじゃないかなんていう話も、えー、今出てたりするようなそんな状態なんですね。<ー>まあ、いずれにせよとにかく党中央のものすごいこの強力なあ党選の中に入るっていうのは間違いなくてですね、うん、まあこれソ連時代の KGB みたいな感じにしたいんであろうというふうに言われていたりっていうことがあります。党小、うん、時代からですねとと政府の役割分担っていうことが 一応行われていて、まあ、共産党が指導するって言ってもおその単純にこう一直線でこう支配するっていう状態ではない状態に今までしてきたのがこれが完全に崩れてですね、まあ、党の,その一本支配体制のところにです、ね、なっていってもう習近平の言うことを聞かないと絶対ダメみたいな、うん、まあそんな流れというものがあこれは生まれようとしていると。 いうこととになるかと思いますでこれ治安・警察については、うん、今の,その改革案というのに、うん、今後様子見ていきたいんですが、うん、これ軍隊これね日中前回とはちょっと別になるんですけれども、はい、中国共産党中央軍事委員会というのが、うんえー、これ2月13日にですね軍事委員会主席責任制の学習教育計画っていうものを発表したんですね。 で軍事委員会主席責任制というのは、まあ、これはあの軍事委員会トップである、えー、軍事委員会主席、まあ、今習近平ですけれども、はい、まあこれの言う通りに軍は全部動けというような話になっているんですが、まあ、これ別に。 えー、最近急に言われたものではなくて1982年にですね、まあ、中国の憲法に記載されている、うんえー、そのからからのものなので古い制度っちゃ古い制度なんですが、うん、習近平は今回これをさらに強化をしたわけなんですよ。うん、で絶対忠誠絶対純潔絶対信頼性を実現し、うん えー、習近平の指揮に絶対的に従えという、まあ、こういう話を今出してきてるわけですよね。えーえー、ということなんでこの習近平体制がより強固なものになると言われればそれは単純にはそうなんですけれどもで逆に言えばそれだけの締め付けをやらないともうこの体制は維持できないぐらいに、うんえー、ところにこの追い込まれてきてる、うん、そういうことを表していると言っちゃっていいんじゃないかななんてね、うんえー、私は思っているところもあります。 ということで、もう中国経済は崩壊している。もうしてますよ。間違いなく崩壊済み崩壊済みですね。なので、そのさっきその公式のその発表でも、うん、都市就業者数がですね、うん、えー。800万人以上こう減ってるっていう話をもう出さざるを得なくなってきている、うん、えー、その状態にありながらなんですよね。うん、中国経済が去年。 3もう経済成長したなんて本当にあるんですかね日本経済よりも好調なんて本当にあるんですかねっていうのを本当にちょっと真剣にね、えー、考えてもらいたいななんて、えー、思っていたりするとこがありますね、はい。ということでね浅賀さんはいそれでも習近平が中央経済を崩壊させる <laughs> これ何回目でしょうかね宣伝するのまあ、ね、10回目ぐらいかもしれませんがあ、まあ、だいぶねやってますけど、ね、でもこれはね何度越してもいいわけですよ。うんうん、やっぱり浅さんがね、うん 第一人者なわけであ初にいうか地獄原作4回のは何あ、前も考えあるんですけどね。<laughs> こうね うん、そうこのタイミングでこういうものが始まっていって、はい、皆さんの目に見えるような形でどんどん崩れていきますよっていうのを、うん、まあ正確にその時期まで当てたのは私の本だけだというふうに勝手に思ってますので自我自産、うんはい、自我自産させてもらいますがいうようよな感じですまあ、今でもねこれ中国経済の全体像を見るにはあの、はい、非常にいい本だと思うんで今からでも是非お買い求めくださいませ。うんはい <laughs> 浅香さんの経済がね、うん、少し潤うんでねそれで、<laughs> <laughs> <laughs> 関係人じゃねえかな、<laughs> 関係ないですね。今 <laughs> 日 <laughs> <laughs> でありがとうございました。はい、ありがとうございました。<laughs>